大丈夫か？何番？おう、1番。いいとこに来てくれた。実は悩み事があってよ。話だけでも聞いてくれるか？リンリンリン、お悩み相談室。なんだそれ。春日1番お悩み相談室のテーマソングだ。些細なトラブルから人生の悩みまで電話一本でまるっと解決ってな。今まで誰か電話してきたことあんのかよ。ナンバが記念すべき初めての相談者だよ。そいつは光栄だね。で、なんだい悩み事って。絶対に誰にも言わねえでくれよな。約束するよ。いや、実は昨夜なかなか寝つけなくてよ、ここで一杯引っ掛けようと思ったんだ。だけど夜も更けててマスターの姿がね。店には俺一人だ。そこで俺は勝手にカウンターに入って一杯拝借しようとしたわけだ。金は後日マスターに払えば問題ないと思ってな。そしたらカウンターの奥にレジェンドモルトのボトルがあるじゃねえか。レジェンドモルト？伝説の超高級ウイスキーだよ。グラス一杯1万円はくだらねえ。マジか。当然俺なんかグラスどころかショットも飲めやしない。でも一滴くらいなら払えるかもしれねえと思ってな。一滴なんて売っちゃくれねえだろ。そうだけどマスターがいねえのをいいことに俺は一滴だけ味見したんだ。手のひらに琥珀色のレジェンドモルトを一滴垂らしてペロリと舐める。どんな味だった？今まで飲んだどの酒もかなわねえ。濃厚な味が全身に染み渡ってお鼻からはフルーティーな香りが抜けてくんだ。まさに最高の至福だよ。生きててよかったとさえ思わせるような味さ。そんなにうめえのか。すげえな、レジェンドモルトってのは。ああ、俺はすっかり我を忘れちまってな。気づいた時にはボトルが空になってたんだ。なんだって、全部飲んじまったのか。酔った勢いでついやっちまったよ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきてレジェンドモルトのボトルに移し替えた。じゃあ今カウンターにあるレジェンドモルトは？中身は安だけの偽物だよ。そんなのいつかバレるに決まってんだろう。分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。なあ春日、こんな時お前ならどうする？もし俺だったらか。レジェンドモルトは天使が飲んだってことにするかな。天使？ウイスキーってのは樽の中で熟成するだろ。熟成中にウイスキーの一部は樽の木目を通って蒸発するんだよ。それを蒸留所じゃエンジェルシェアって呼んだ。天使への分け前って意味さ。おお、洒落たこと知ってんな。昔飲み屋で聞いた受け売りだけどな。レジェンドモルトも天使が飲んだってことならマスターも怒りようがないだろ。だけどよ、エンジェルシェアは木製の樽だから起こる現象だろ。ガラスのボトルに入ったウイスキーが蒸発するか。まああんまり深く考えるなよ。とはいえ火は俺にあるわけだから開き直るわけにもいかねえしな。一杯一万のレジェンドモルトなんてそうそうオーダーが入るもんじゃねえ。ここは落ち着いて様子を見ようぜ。そうだな。あら、お二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃねえさ、気にすんな。そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日は
いつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ここってウイスキーも豊富なのよね。ウイスキー？あ、何？ダメ？ダメじゃねえけど、その…よし、思い切って高級なのに挑戦してみよう。まさか。マスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい？一杯1500円もするんだぜ。たまには自分へのご褒美よ。こりゃしばらくウイスキーを頼む客から目が離せねえな。間違いねえや。ナンバー、その後レジェンドモルトの件はどうだ？ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。ウサギを頼むのは足立やさっちゃん、俺らの身内ばかり。ってことはだぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか？ええ。ほら、ちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です？幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです？私が一元の客だからですか？いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか？そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね、その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は？その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね、自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年たち、1年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。
それでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディーだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。うん、それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。ナンバ一人で払えねえようなら俺も助けてやるよ。なんで一番が？前に難波から相談を受けた時点でマスターに謝るよう促すべきだったよ。だけど俺はうまくごまかすことを考えちまった。俺も難波と同罪だ。だから弁償を手伝わせてくれ。一番、お前なんていいやつなんだ。まあ、だけどそれに甘えるわけにはいかねえ。こうなったら意地でも俺一人で弁償するぜ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？ハハハハ、マジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、ナンバのやつが。言うな言うな、ダメだ。ほらマスターは仕事に戻って。おかしなやつらだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いや、だけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、このことは絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。